シャーシュジャーは、北、インド、ムガル帝国の皇帝シャージャハーンの次男。母は、ムムターズマハル。少年時代のシャーシュジャー1616 16年6月23日、シャーシュジャーは、ムガル帝国の皇帝シャージャハーンとその日、ムムターズマハルとの間に生まれた。兄弟には、兄のダーラー志向、弟のアウラングゼーブ、ムラードバフシュ、姉妹のジャハーナーラーベーグム、 ラウシャナーラーベイグム、ガウハーラーラーベイグムがいた。1641年、シャーシュジャーはベンガル大使及びビハール大使に任命され、1648年7月25日にはオリッサ大使にも任命された。彼はベンガル地方の統治で何人かのラージャを滅ぼし、何人からは多額の高能金を取り、おびただしい財宝を蓄え、強力な軍隊も組織した。 ダーラーシコとの戦い1657年9月、七味角、シャージャハーンが重病で倒れると、シャーシュジャーは行為をめぐって、兄、ダーラーシコと二人の弟アウラングゼーブ、ムラードバフシュと争うこととなった。シャーシュジャーは、他の兄弟よりも真っ先に行動し、11月には、ベンガルで定位を戦し、その名を刻んだ効果を鋳造した。 1658年2月14日、シャーシュジャーはアーグラへと向かう途中で、デリーから派遣された老いのスライマーン志向を率いるダーラー志向の軍と対決した。この戦いにおいて、シャーシュジャーは命ばかりは取り留めたが、その軍の前に敗れ去り、数日間追撃された。この敗戦の結果、スライマーン志向は名声を博した一方で、シャーシュジャーはひどく信頼を損ない、 彼に期待を寄せていた人物は皆熱が冷めた、とフランスの旅行家、フランソワ・アベルニエは語っている。そのため、5月17日に、シャーシュジャーは、ダーラー志向と講和し、ベンガル、ビハール、オリッサの大部分の領有を認められた。6月8日、ダーラー志向は、アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍に、アーグラ近郊で敗れ、ラホールへと逃げた。そして、アウラングゼーブは、 ムラードバフ首を遊兵した後、7月31日にデリにおいて即意識を挙げ、ムガル帝国の皇帝となった。アウラングゼーブ及びミールジュムラーとの戦い戦像に乗って進むシャーシュジャーその後、シャーシュジャーはアウラングゼーブがダーラー志向の追撃戦に向かったことを知って、ベンガルからアーグラへと向けて進軍した。11月、ダーラー志向追悼中だったアウラングゼーブが、 その知らせを聞き、彼もまたアグラへと向かって進軍した。そして、1659年1月5日、シャーシュジャーは、アラーハーバード付近のカジュ派で、アウラングゼーブとの戦いに臨んだ。戦闘は、最初の方は、シャーシュジャーの優勢で、また、アウラングゼーブの後人をジャスワントシングが襲撃するなどしたため、アウラングゼーブの軍は混乱した。しかし、 アウラングゼーブの有力武将、ミール・ジュムラーがなんとか、アウラングゼーブに冷静さを取り戻させたこと、そして、アウラングゼーブの強運さによって、シャーシュジャーは戦いに敗れてしまった。アウラングゼーブが使った方法は、ダーラー志向を敗北に導いた方法で、内通していた家臣が、シャーシュジャーに、像から降りるように進言し、シャーシュジャーは不運にもそれに従ってしまった。その後、アウラングゼーブは、 深追いせず、アーグラへと引き上げため、シャーシュジャーはあまり多くの兵を失わず、アラーハーバードに交代して陣を構えた。これを知ったアウラングゼーブは、長男のスルターンと武将ミール・ジュムラーを派遣した。シャーシュジャーは、ベンガル地方のラージャをいじめていたので、これに乗じて反乱を起こすのではないか。そして、ミール・ジュムラーを敵に回すことを恐れていた。そのため、彼は、 アラーハーバードの陣を引き払い、バーラーナシー、パトナへ行きモンギールへと向かい、そこで踏みとどまって、ミール・ジュムラーの軍勢と戦う覚悟を決め、陣地を築き町と川と山まで通じる残豪を掘った。だが、ミール・ジュムラーが、ガンジス川沿いにゆっくり下ってくるのは、陽動作戦で、ミール・ジュムラーは、スルターンと共に、ガンジスーガンの産地のラージャを抱き込んで、強行軍で、 シャーシュジャーの行く手を塞ぐため、ラージマハルへ接近しつつある、という情報が届いた。そのため、彼は、モンギールを捨て、ラージマハルへと向かい、そこに陣を構えたミール・ジュムラーは到着後、ラージマハルに攻撃をかけ、シャーシュジャーは後、6日の間防戦した。だが、ミール・ジュムラーの大砲が絶え間なく活躍し、浮きの始まりもあって、厄に乗じて、ラージマハルから逃げた。 ミール・ジュムラーは、副兵を警戒し、追撃を行わずに翌朝に伸ばしたため、その夜明け前に、雨が降り出して三日も続いたので、ミール・ジュムラーは動けず、そこで冬越しすることとなった。一方、シャーシュジャーは軍隊を強化したり、あるいはテーベンガル地方から大砲を取り寄せたり、したばかり、この地に住んでいた、ポルトガル人を味方につけることに成功した。また、 ミール・ジュムラーと不仲になったミコ、スルターンが味方に駆けつけ、シャーシュジャーに忠誠を誓った。シャーシュジャーは、スルターンに、自分の娘グルルフバーヌーベイグムを嫁がせたが、アウラングゼーブやミール・ジュムラーによる自分を捕らえるための、作望ではないのかと、疑い全幅の信頼を受けず、スルターンはやがて離れてしまった。その後、ミール・ジュムラーの元に呼びただしい数の大軍が送られ、 軍を整えていたシャーシュジャーは劣勢となり、やがて、ガンジス川の川の両岸及び、川口付近の島であるタンダーに包囲された。シャーシュジャーはめげずに、反撃の機会を狙いながらも戦い続けていたが、ついに、ベンガルの隣にあるビルマのアラカン王国への亡命を、考えるようになった。彼は、アラカン王、サンダ・トゥダンマのもとに息子、ザイノッティーン・ムハンマドを使者として送り、彼は、 王ののをを得ることとに成功し、し多数の船を同伴して、ダッカへと戻った。1660年4月6日、シャーシュジャーは滞在していたタンダーを出て、12日に、ダッカに到着した。後、5月6日に、ダッカを立ち、12日には、アラ観光の船に乗り、ベンガルを後にした。彼は2隻の船に、彼の家族、家来、そして、金銀財宝を積んだという。そして、 シャーシュジャーとその一行はチッタゴンなどを経由しつつ、8月26日にアラカンに無事到着した。シャーシュジャーはアラカン王に歓迎され、家族には日常生活に必要なものを支給され、彼らの亡命は受け入れられた。シャーシュジャーシャーシュジャーはアラカン王に対しメッカを経由してトルコかペルシアに向かうための外洋船のことで、しきりに催促を行った。だが、 アラカン王は全く相手にせず、そればかりか、シャーシュジャーが自分に会いに来ないと言い、冷淡に扱うようになった。とはいえ、王の館に行けば、財宝をすべて奪われた上で身柄を拘束され、ミール・ジュムラーに引き渡される可能性があった。実際、アウラング・ゼーブは、莫大な財宝を見返りに、アラカン王にそうするよう要請していた。 シャーシュジャーは息子におびただしい二や金銀財宝も持たせて王のもとに生かし、外洋戦の約束を思い出すよう懇願した。だが、アラカン王は外洋戦のことは無視し、シャーシュジャーに娘の一人を妻に欲しいという始末であった。ことがうまく進まず困っていたシャーシュジャーだったが、そこで新たな野望を持つようになる。彼はアラカン王を倒して自らその地位を得ようと、 現地のイスラーム教徒と共に陰謀を張り巡らすようになる。しかし、1661年2月7日、結構の前日に、アラカン王にその陰謀が発覚し、シャーシュジャーは、アラカン王国を逃げざるを得なくなり、ペグ方面に落ち延びようとした。その日のうちに、シャーシュジャーとその家族は、首都ミョウハウン近郊のジャングルで追っに捕らえられ、彼はその場で殺害された。シャーシュジャー、アウラングゼーブ、 ムラードバフシュ・シャー、シュジャーの家族がどうなったのかを見ると、彼らもまた同様に浮き目に遭うこととなっている。シャー・シュジャーの家族は捕らえられた後に、首都、ミョーハウンに相関され、1663年に3人の息子、ザイヌッティーン、ムハンマド、ブランド・アフタール、ザイヌル・アービディームは処刑された。ヒア娘らは王の慰み者にされ、やがて悲惨な死を遂げた。 だが、ベルニエの伝えるところでは、シャーシュジャーの家族が捕らえられるところまでは一致しているが、そこから情報が錯綜している。その場に居合わせた人たちからは、シャーシュジャーの死体を見たという話も聞いたが、彼らは本人かどうかわからなかったのだという。ベルニエは、シャーシュジャーはジャングルから逃げて生き延びたことは確実だと、している。その上で、マスリパタムにたどり着き、 ゴールコンダ王とビジャプル王に合流したとも、スーラとの沖合を外洋戦で通過したとも言う。さらには、シーラーズで見かけただのカンダファールからカーブルへ入ろうとしたとも、ペルシアに入った伝え聞いたとしている。ベルニエはまた、アウラングセーブがある非常団で、シュジャーはとうとうハッチになったと言った、という話を聞いている。とはいえ、ベルニーは、シャーシュジャーに仕えていたカンガントゴールコンダ王国の、 王兵隊総司令官から、シャーシュジャーはこの世にいないとも伝え聞いたとしており、またデリーにいた時にあったエスファハーンから来たばかりの商人からその方面の情報を何も持っていなかったとしている。ベルニエは、彼は、あの場で殺されたのではないとしても、盗賊の手かあるいはトライアに襲われて死んだと考えるのが妥当としている。ありがとうございます。